はい、こんにちは。こんにちは。またお子さんにいらしていただきました。はい、3回目です。3回目のご来店ですね。はい。今日はやっぱり肩と腰、はい、うん、肩腰、あと首が、首慢性的に結構痛いので、ね、はい、痛いんですね。痛い、はい、辛い、はいはい、どうすると特に辛いとかありますか？結構日常的になんかこう違和感というか、なんか張ってる感じ、張ってる感じがある、はい、ある感じで、はい、始まりました。はい、はい、じゃあその辺を、はい、はい、チューチューしてやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続けてみてください。はい、はい、足元失礼します。あります。はい、どうぞ。かっけ、これから45分で公開しましたね。よろしくお願いします。肩張ってますね。そうですね。なんか辛そうですね。そうですね。またね。結構大変じゃないですか、あのチャンネル移行も。うん、そうなんですよ。なんかやっぱり、ジャンルをちょっと分けた方が、あの、なんていうか、一つのチャンネルで、こう同じジャンルで、した方がいいって言われて、ちょっと分けたんですよ。花沢さんとかもマッサージ1本じゃない、まあ、ほぼそうですね。うちは結構混ざっちゃってたので、あ、っていうかな。確かに全然違う種類の動画になってましたもんね。見る人がちょっとこう統一できないと、ね、難しいところもあるんですね。腰はこれちょっと押されたら痛いですかね。結構、下の方がちょっと痛いかも。あ、どっちですか？下の方が、はい、あ、足ってことですか？腰の下の方が、あ、こういうところが、はい、はい、全体的にやっぱり張りが、ね、足もちょっと張っちゃってますね。なんかの LINE でも言ったやつ、はい、黄色のマークって、あ、はいはいはい、なったのとかありますか？私黄色のマークってついたことないんですよね。そんなのあるんだって私もちょっと最近別の人が言ってて、はい、でそれもその人も全然なんでついてるのか分かんないって言ってて、なんか最近これ機能が追加されたみたいで、はい、あの多分私が LINE した日ぐらいから、はい、なんか黄色マークになるのが増加してるんですか？追加されたみたいで、今までなかったらしいんですけど、新しいやつですよね。そう、なんか新しい機能で、今までってなんか、できるかできないかみたいな感じで、そうですね、そうですね、なんかその制限がつくみたいな、で最新化をなんか請求できるみたいな、そうだからとりあえず申請した方がいいっていうのは私も聞いたんですけど、でもなんかついてないです。今のところ私の動画ではないです、確認した感じでは。はい、よくわかんない、よくわかんないですね。何を、なんか理由も書いてないですもんね。いきなりそうなってる感じで、難しいですよね。YouTube もちょっとよくわからないことが多くて、なんかや、そういうの理由言ってくれればね、もうちょっと対処がしやすいですけど、なんでついてるのか、何がいけないのかわからないとちょっと困っちゃいますよね。なんかちょっと話違いますけど、
私のなんかオイルマッサージの動画で一つなんか、はいはい、理由わからないんですけど、うん、収益か無効ってなってたやつがあって、でなっちゃったからしょうがないと思ってコピー作ってあげて、はいはい、そっちは別に普通に収益化できてたんですよ、うん、だからそのままそれでしてたんですけど、うん、ある日見たらそのマークが、うん、今収益化されてないけど、うん、収益化可能ですみたいなことが書かれてることになったんですよ。だからなんかし、だから申請で再収益化をする手続きを取ったら、はいはい、収益化できるようになったので、うん、でそのコピーしてたやつは消したんですよ、うん、もういいわと思って、うんうんうん、そしたらなんかしばらくしてみたらまたそのオリジナルの方が収益化できなくなってて、何それと思って、ひどいとか思いましたね。同じ動画ってことですよね。そう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 、同じ動画を何にも手変えてなくて、タイトルとかも何も変えてなくて、いつの間にか収益化されてないようになってて、でまあそれを収益化できるようになりましたよっていうのがあって、うん、収益化したらまたできなくなってたみたいなことで、ひどい、ひどいと思ったんですよ。よくわかんないですね。よくわかんないです。そんなこともあるんだと思って、そんなことなら消さないで取っといた方がいいと思って。なんかいいことなかったです、それは。消した分その再生数とかも下がっちゃったし、そうですよね。そうなんですよ。でもそれぐらいですかね。ああでもそうですね。なんかよく分かんなかったのはそれぐらいですね。他のはまあ一応説明というか理由を書かれてたりとかであったので、まあ音楽がかかってたからとか。ちょっとあれですね、ふくらはぎ冷たいですね。冷たいです